こんばんは、今は夜の9時ですね。9時をちょっと過ぎました。今回もね、のんびり、パターンをね、練習したいと思います。今回はですね、サリダ・クザーラとかクザーラといったり、サリダ・クザーラですね、どういう意味でしょうね スペイン語に単語の方、教えてくださいませ。とか、サリダ・コントラスピエと言われるタイプですね。サリダの、一つの、また別の形態ですね。まあ、クルザーラっていうのは、このクロスするという意味なんですね。結局、男女が同一の足になってですね、右足なら右足体重という状況になるのを言って、女性は普通の、だいぶ前に勉強しました、サリーダをすれば、ね、サリーダをすればいいので、女性しましょう。女性としては一緒ですから、もうほとんどできているわけですね。1、2、3、4。これはクルーゼといって、クロスのことですね。3、4。そして、レソルシオンと呼ばれる部分。8号ですね。女性の皆様、いきますわよ。1、2、3、4、5。6、7、8。一応こっち向きにしましょうね。まあ、とりあえずボテボテでいいですから、パターンだけ覚えましょうね。といっても女性の皆様は、先ほどから言っているように普通の、サリーダをします。では男性ですね。男性は、これもバックショットから、今日は全部バックショットでいきましょうね。その方が真似しやすいでしょう。頭かゆいです。普通のサイドは、左足横、右前進、左前進、揃えて、前進、横、揃えて、交代でしたね。3回ほど復習しましょう。1、2、3、4、5、6、7、ね、一緒に勉強しましょう。では、サリダ・クサーダ、またはサリーダ・コントラスピエ。スペイン語でコンというのは英語の with と一緒ですからね。トラスピエという、まあ、もう一歩ステップを入れたサリーダということですが、こうなりますね。1歩目の、ね、ところで、まあ、今日は、音楽に合わせるカウントまでは言いませんけれども、とにかく1歩目の後半で揃えますね。もちろん1歩2歩と思ってもいいんですが、そして3歩目、4、そして先ほどの場合は左前右に揃えますね。でそこのところが足が反対になるわけなので、つまりここでパパッと踏み替えましたので、ここで足が反対になるので、次の寄せるだけにしますね。そしてあとはレソルシオン一緒ですから、左、右、左、右ですね。なので、かえってカウントを言わないと、やりにくいと思うので、もう一遍、サリダ、標準的なおすすめ、第一の練習カウントはこうですね。スロー、
スロー、クイック、クイック。スロー、クイック、クイック。スローでしたね。まあ、ターンを4分の2拍子、もしくは8分の4拍子。つまり、8分音符ですね。8分音符を1ビートとすれば、1、2ビートですね。そしてこれも2拍。そして1拍、1拍、2拍。1拍、1拍、2拍。つまりスローカウントはポンポンというふうにね、バンパンパンパン、バンパ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 ン、バンパンパンパン、パパパパンパン。説明するとかえって混乱します。スロースロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー。では本日の、サリーダ・クルサラダ、もしくはサリーダ・コントラスピエ、トラスピエ、これをやってみましょうね。このカウントはこうなります。クイック、クイック、スロー。スロー、スロー。クイック、クイック、スロー。ね。もしくはこう思ってもいいです。クイック、クイック。そして、スロー。で特に次と、そして次の部分ですね。これをクイック、クイックと思ってもいいですね。集めてくるんでね。これは実際は先ほども言いましたが、サリダの時にはクイック、クイックと2本になりますが、それを今右足からしているので、クイック、クイックと踏み替えてしまったらレソルシオンが右足からなので合いませんので、まあ、そういうことも可能ではありますけどね、合いませんので、クイック、クイックと寄せてくるので使いますので、まあスローと歩数は1歩だけですからスローと思ってもいいんですが、クイック、クイックと数えましょうね。女性は結局クイック、クイックと踏むので、そう数えてあげた方が、リードの面からも親切なわけだ。わかる？クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。では、5回ほどね、黙々としましょう。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロクイック、クイック、スロー。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 普通のサリダは、スロー、スロー。2つ目のスローでは右足が出ますが、今のはクイック、クイック、クイック、クイックということはスローですからね。だから2個目のスロー、1個目のスローでこれで、2個目のスローは普通のサリーダと異なる反対足が出ますね。
いうことですね。ではもう一回、女性は一緒ですからね、普通のサリンダをします。もう一回、二回して終わりましょう。では今日はここまでです。おやすみなさいませ。